はい、皆さんこんにちは、スタジオマニさんです。今日もね、草刈りをやってきたんですけども、バッテリー一つで、どれだけ枯れるのかなとか、自分もね、あんまりそんなこと気にしてなかったんですけど、ちょっと今日試しにやってみようかなと思って、一本ね、どこまで枯れるかっていうのをちょっとね、やってみました。で、この機種なんですけど、充電式の草刈り機で、マキタのやつです。で、MUR142UD ですね。で、これ結構前に買ったんで、多分その時のバッテリーだと思うんですけど、多分もう2年か3年はもう経ってると思います。で、14V のリチウムイオンの3アンペアのやつですね。で、連続作業時間が高速で30分で低速で70分って書いてあったんですけど、いつもね、低速も高速も使わずに真ん中くらいを使ってるので、今日はそれでずっと買っていきます。で、せっかくなので、刃は新しいのにしてます。はい、それでは早速買っていこうと思います。で、刃の下にジズライザーっていう、なんかね、パッドみたいなやつつけてるんですけど、なんていうのかな。で、これつけてると、下にね、下にというか地面に滑らせるようにね、カットができて、すごく一定に保てるので、すごくね、楽でね、これのジズライザーっていうのはいいなと思いました。で、鷹狩りについて、先日コメントいただいて、なんじゃろうなと思って調べたんですけど、鷹狩りってなんかね、結構いいみたいな感じで、他のね、YouTube にもね、いろいろ上がってたんですけど、イネ科の雑草と紅葉雑草の違い、成長点の違いで、短く切ると、イネ科の雑草の方がよく伸びるそうです。で、紅葉雑草の方が勢力が衰えるっていう風な感じで、鷹狩りをやった方が、メリットがあるよみたいな感じでおっしゃってたんですけど、鷹狩りというのは5センチ以上らしいです。ほんで、その鷹狩りを、ちょっとね、考えたんですよ、それでね。鷹狩りをやってしまうと、雑草のね、ことを思ったらいいかもしれんけど、このイネ科のこの雑草で芝生っぽくしてやろうかなってちょっと作戦をね、立ててたんですよ。で、もしかすると、短くやってしまえば、紅葉雑草は消えて、イネ科のこの雑草だけになるかなと。で、そうなったら、芝生っぽく、イネ科の植物で芝生っぽく、なるかなって、今ね、ちょっと考えてるんですよ。多分想像当たってたらいいなとか思うんですけど、そんな感じで、ちょっと短めにというか、5センチ以下で、ちょっと買っていこうかなっていうふうに思いました。で、鷹狩りについて、今日ちょろっと、その YouTube をね、見て、なるほど、いいなとか思ったので、もしかしたら、鷹狩りにしても、この、イネ科の雑草で芝生っぽくなるっていうのができるのかなと、ちょっとよくわかんないんですけどね。でも短い、今ジズライザーが短いやつしか持ってないので、もう今日はね、短く、切ってきたんですけど、そうこうしてる間にちょっとバッテリーが切れましたね。はい。で、ちょっとね、どんぐらいの広さがあるのか、ちょっと歩いてみます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、5、6、7、8、9、10、11、12、13、1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 4、5、6、7、8、9、10、11、12、
うん。で、まぁ、ちょっと大股でね、歩いたので、多分ね、1メートルかぐらいは、家帰ってね、ちょっと大股で歩いたら1メートルぐらいあったんで、うん、それくらいな広さは、あの、1本で草刈りができるぐらいですかね。まぁ、あの、
草刈りのっていうかな、草のね長さと種類にもね多分よると思うんですよ。だいぶ、まあ、大きいね、あの雑草がぶわっと生えてるところだと、もしかしたらもうちょっとね少ないと思いますね。うん、あそうそう、ほんであのイネ科の好きな害虫って言ったら、なんかねカメムシだそうなんですよ。で僕カメムシちょっと嫌いだから、ちょっと鷹狩りもねちゃんと本気で考えないといけないなと思いました。はい。でまあちょっと作業がまあちょっと時間がねまだちょろっとあったので、この前あの高圧洗浄機でねやってちょっとあえなくあの大失敗だった、ここにね積んであるこの木を、この前買ったあのスチールのガーデンカッター、あのちっちゃいチェーンソー、あれでちょっとずつねあの小さくね切っていってやろうと思って、残りの時間でねここをね切りました。まあ僕にはこのぐらいのねあのちっちゃいチェーンソーがねちょうどいいなと思いました。うん、まあ、ちょこちょここうやってね切って切っていってるんですけど、うん、ここあの下からねやっぱりね雑草がね出てきて、でこの前見た時はね結構ね虫がね中でねわっといたので、うわーっと思ったんですけど、今日ね見たらね虫がねいなかったんですよ。なのでちょっと良かったなと思って、虫の犬間にねちょっとね切ってやろうと思ったんですけど、このね太い木に針がねむっちゃいたんですよ。これね多分ね巣してるんだと思うんですけど、もうそれでねちょっと今日ね心が折れちゃって、あのまあ一気にねちょっとやる気がなくなったんですけど、なんかそうやってたらねこれ見てください、この下からねブワーッと出るんですよね、木の粉がね。あこれ気持ちいいなと思ってちょっとね復活して作業をね開始したんですけど、やっぱりねこの丸太がねずっと気になったんですよ。ほんでまあこうやってね気持ちいいなって切りながらもちょっと気になったので、ちょっとねちょっと蹴ってみたんですよ。そしたらね中からねやっぱりね出てきたんですよね。でもう完璧にこれでねちょっと心折れて今日はね帰りました。結構出てるからね。うん、はい、ではそんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してください。それではまた。